えーどうもお疲れ様です。創価学会と公明党のことについて、いろいろ考えたことをお話していく、まあ、そんな動画になっております。皆さんからのコメントでもね、まあ、非常に学ぶことが多くって、私もね、あの公明党、創価学会、こちらの関係については、よく分かってなかったんですけども、まあ、今でもね、そんなに詳しいかっていうと、そこまで詳しくないんですが、いろいろと概要がつかめてきたかなっていうとこです。えー、どんな方が、まあ、いわゆる大物なのか、そして、 どういう方の言うことが当てになるのかだいたいこんなところが絞れてきたかなと思いますね、うん、でその中で今日また新しいね創価学会と公明党についての放送をしているチャンネルに出会いました、えー、こちらですねえっ、ー、とタイトル読みましょうか「創価学会分裂崩壊、えー、壊滅の兆し公明党解党消滅の兆し日蓮聖人から破門されて33年でこの状態 池田大作が死んで、わずか半年でこのざま未来は知れている、などなどと書かれております。あの、やっぱりね、動画拝見して思ったんですけども、あ、池田大作さんがね、お亡くなりになって、悪いことが3つぐらい起こるっていうふうに言われてたんですね。これは私知らなかったです。今回のこの動画を見る中で知ったことなんですけども、そのうちの一つが、この公明党に対する、 創価学会のの、まあ、指針なのかなかと思いますもちろん創価学会の,この組織としての発表っていうのはねまだはっきりと私の耳には届いてないんですが創価学会の政治部というところにいらっしゃって池田大作さんから直命を受けてね政治のことをやっていらっしゃっていた、まあ、そういった方が 公明党にね、見栗り三栗屋台を叩きつけたという、まあそんな放送だったと思いますんで、これがもしかしたらね、まさに分裂や崩壊の一つなのかなと思っております。まあただ、そうじゃないっていう意見も結構あったりとか、あと、富士、えっ、ー、と、淡田進さんですね。淡田進さんなんてのは、全然有名でも何でもないよって方がいらっしゃったり、情報は錯綜してるところですんで、自分がどちらに、まあ、 よりね信頼を置くかっていうところになるのかなと思います、これは皆さんも同じだと思います、自分の考えだけが正しくって、自分と相入れない人の考えはデマだっていうふうに断罪するのもね、これまたちょっと知恵のない話なんで、すべての可能性を排除せずに、冷静に今日の結論に焦ることなく、明日も明後日も、もしかしたら新しい情報とともに自分の判断が変わってくるのかな、変わってくるかもなと思うところが、重要度なのかと思います、で、ちょっとコメントを、ね、読まさせていただきましょうね。 この出来事をきっかけに今まで洗脳されていた学会員も大きな急を据えられて目が覚め始めるでしょう。朗報ありがとうございます。ということですね。まあ、創価学会の皆さんってやっぱり洗脳されていたっていう状態なんですかね。うん。まあ、洗脳と教育ってのは似たようなもんかなと思いますんで、やっぱ語書っていうのはね、読めば読むほど、そして語書以外が間違ってると思えば思うほど、それは洗脳といえば洗脳になるのかもしれませんし、柔らかい表現をすれば教育というのかもしれませんね。はい、次。学会の皆さん、お近くの 日蓮焦燥のこれ焦燥って言っていいんですかね日蓮商人ってのはどっかで聞いたことがあるんですけどねこれすいません分かる方がいたら教えてくださいというよりも私が勝手に調べればいいんですねすいません今こうやって分からない時に調べると覚えるんですよねえっ、ー、と読み方日蓮正集あ日蓮正集って言うんですねはい失礼しました日蓮正集のお寺に行けば脱会できますよ今からでも遅くないですよへえそうなんですね日蓮正集ね えー、大石寺に戻ったらどうでしょうこれ大石寺でいいんでしょうか大石寺っていうんですかねちょっとこれは意味が私分かりません。まあ、この辺が私の知識の、ね、ないところですね。まあそもそも創価学会と公明党に対しての知識は私はほとんど持ち合わせていませんのでこうやって発信活動することによって皆さんからご指摘いただいてね一つ一つ覚えているところでございます。まあ今回、えー、こちらの YouTube チャンネル紹介いたしますんで概要欄にまた貼っときますんでねあの9分ほどの動画です。 ご覧いただいて、この方の考えを聞いていただければ、何かね、芽生えるものがあるかもしれませんので、えー、動画概要欄からご覧くださいえ。それでは本当にね、創価学会っていうのは、公明党をもう、回答していくんでしょうか、少なくとも山口夏夫代表が、もうでかい顔をすることはなくなるのかなというところもありますし、あとね、もう創価学会だろうが、公明党だろうが、なんでもいいんですよ。国民を救ってください。今の状態っていうのは、とても国民に辛い仕打ちばかりで、 政治が国民,を苦しめてます国民のためにある政治そこから離れて権力者がその権力を欲しいままにする単なる支配の道具に政治を利用しているというふうにしか私は見えないですねということでね今回は以上でございますご覧いただきましてありがとうございましたでは動画概要欄から